毎度工事屋です。キャノン EOS 用 EF ですね。85-1.2L の2型2ですね。になります。85-1.2 の2型です。フードがついてます。フードも綺麗ですね。ちょっと擦れがあるぐらい。中の反射防止もいいです。ここに書いてありますね。1.2 の2型です。AF が、まあ、多少速くなってます。このレンズが大きいのでね、どうしても AF の動きはすごく速くはないんですが、1型に比べるとね、まあ、現実的なスピードというか、まあ、それほどひどく遅くはないと思います。1型はすごい遅いですからね。このように綺麗ですね。綺麗な状態。しかし、でかいですね。大きなレンズ。非常に大きなレンズ。綺麗です。目で見、目視で見るぐらいでしたら、まあ、どうってことなく綺麗ですね。ただ、まあ、ペンライトで見るとどうでしょう。まあ、ほこりは見えますが、ほこりはやっぱ入ってますが、そんなに、というか、別に悪い感じはないと思います。オートフォーカスですのでね、どうしてもホコリを吸うというか入ってくると思いますが、これ最近使ってみましたが、全然問題なく普通に綺麗に写ります。というか素晴らしいですね。やっぱこのレンズはね、独特の写りをします。綺麗な状態だと思いますが、ホコリ、チリの類は入ってると思ってください。これは、ちょっと待ってください。フィルターがついてました。ごめんなさい。すいません。健康ゼロですかね。普通の UV フィルターだと思います。透明。なんか高そうなフィルターがついてます。透明ですね。レンズ特に問題とか全く問題ないと思いますが、ホコリは入ってると思ってください。まあ、独特の何とも言えない写りします。最新のカリカリの描写とは違うかもしれませんが、非常に面白いレンズだと思います。